はい、どうもこんにちは、水木なんです。本日のサブチャンネル、1本目の動画になるんですけれども、現在ですね、東京都知事選挙、そして、東京都議会、補欠選挙で、この2つのですね、選挙期間中でございます。で、各候補の方々がですね、東京都内 で選挙活動をこう繰り広げているわけなんですけれども、7月確か5日かな、こう投票日が5日に投票日があるんです。はい、でぜひね、皆さん選挙に行っていただきたいなというふうに思ってるんですけれども、今回のですね、東京都知事選挙の、見どころについてですね、まあ、皆さんに、いろいろね、解説をしていきたいなと思っております。で、まあ、まず1点目ですね、まあ、かねてから言っているこの2番手争い、ね、ここ大事になってきますね。まあ、トップ、まあ、小池百合子さん、すごく盤石でございます。で、2位以降です。とても大事なところっていうのはね。で、まあ、2位以降なんですけれども、現在2位候補になっているのが、山本太郎さん、小野泰輔さん、宇都宮健治さん、この3人でございます。やっぱね、小池さん強いですよ。で、新聞のですね、情勢調査の方を見てるとですね、まあ、自民党、公明党の支持者がっつりと固めて、で、まあ、立憲ね、ここまで、食い込んでる。で、立憲民主党の支持者の約6割が小池さん支持しているということで、で、立憲からこう支援を受けている宇都宮健治さん、かなりこう厳しいこととなっています。で、まあ、山本太郎さん、まあ、その立憲の支持者にも食い込み、で、共産の支持者にも食い込み、かつですね、代表を務めている令和新選組の支持者、ここにもですね、しっかりと、食い込んでおります。で、小野泰輔さん、なかなかね、維新の支持者を固めきれてないところがあります。もう小野泰輔さん、ね、日本維新の会推薦ということで、ただ維新の支持者なかなかね、こう固めきれていないところがあるんで、で、まあ、残りのですね、選挙期間で2位争いをしているその候補の方、どれだけ無党派層に食い込めるか、ここがですね、かなりの、選挙を分ける部分になってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、2位、3位、4位、まあ、このね、3候補のうちこうどれかになるわけなんですけど、多分ね。で、まあ、その5位候補争いね、ここ熾烈です。まあ、5位候補といえばね、まあ、桜井誠さん、そして、ね、まあ、NHK から国民を守る党、そして堀江門新党の代表を務める立花孝志、この2人ですよ。まあ、桜井誠さんといえばね、日本第一党の、ね、党首を務め、で、そして、前回の東京都知事選挙10万票以上ですね、獲得しています。で、まあ、インターネットの中ですごくですね、そう、支持を、集めている方で、まあ、今回ですね、街宣の数は非常に少ないんですけれども、 YouTube、 そしてふわっちで、これを利用して、で、インターネットを使って、で、そう、支持を集めようと、していますね。で、立花孝志さん、ね、立花孝志さんはですね、元参議院議員で、 NHK から国民を守る党、堀江門新党の、まあ、代表なんですけれども、で、まあ、政見放送でですね、まあ、非常に、まあ、ふざけた、まあ、政見放送をやっているんですけれども、そう、東京都内をですね、各地、街宣で回って、で、まあ、YouTube でも動画を出し、で、支持を広げていこうと、まあ、しているわけでございます。で、まあ、一応ですね、まあ、その小野さん、山本さん、宇都宮さん、小池さん、この4名がですね、主要候補の一角を占めているわけなんですけれども、あともう一人、一応ですね、高等の党首ということで、元参議院議員ということで、で、まあ、その立花孝志さんも主要候補になっているんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、その桜井誠さんと、ね、立花孝志さん、まあ、どっちが票を集めるのかというところも、結構その面白いことになるんではないかなというふうにね、見ています。まあ、やっぱね、まあ、立花孝志さん、そして桜井誠さん、バチバチしてますよ、この2人は。で、バチバチ、まあ、してるんですけれどもね、まあ、正直、まあ、NHK から国民を守る党、そして、ね、オリエモン新党も勢いはかなり減速、まあ、していますね。で、まあ、勢いはかなりね、減速しているというか、やっぱね、桜井誠さんの方が正直数字持ってるんですよ、ネットの世界だと。で、まあ、これまでその得意分野として、ね、両者が、
こうネットを使ってこう巧みなですね選挙戦術やってきたけれども、やっぱネットの中だとやっぱ桜井誠さん強いなとの方が強いなという印象でございます。個人的にねやっぱ数字持ってるなというふうにねやっぱ感じちゃうところもありますね。でまあ立花隆さんですね、まあ政見放送見ました。まあ本当にね下品です。はい、まあもうなんていうかね、都政のこととかほとんど関係なく、ね、ほとんど言わず、でもずっと NHK の悪口、そしてで NHK の中にいる関係者の方のそのね個人的なそう誹謗中傷みたいな、もうねやってることがもうむちゃくちゃでございます。まああれで本当に支持集めるのかなと。でまあただこうねあの政見放送面白がってるだけで、まあほとんどねそう票につながらないよねという感じが増しますね。でまあ立花隆さん自身、まあ目立ちたい目立ちたいって言ってるんですけれども、まあ今回のこう政見放送バトルに関しては完全にまあ後藤輝樹さんに持っていかれたなっていうようなまあ印象がありますね。なんでまあその面白がってその入れる人たちっていうのはもうほとんどそのね、まあ、N 国であったりとかで立花隆であったり堀江門新党に集まらないんじゃないかなってあれで感じました。まあスーパークレイジー君であったりとかで後藤輝樹さんであったりとか、まあその面白がって票を入れたくなるような、まあ、人とかやっぱり出てきてるんで、そういう意味では立花隆という人間、まあ、候補者として非常に霞んだなというような、まあ、印象でございますね。でまあこんなことあんまり言いたくないけど、まあ、立花隆と桜井誠だったらどっちの方が、まあ、そう都政のことについて触れてで東京都をどうしていきたいかっていう指針を示してるかっていうと、やっぱ桜井誠さんの方がね、まあ、そこはねしっかりと、まあ、その東京都政をこうしたいああしたいっていうのが、まあ、見えてる気はするんですよね。で、まあ、そういう部分においてやっぱこう東京都民が投票するんで、で NHK 問題なんかよりもそれは東京都政のことについて強くやっぱ外とかでも主張してほしいわけですよ。でそう考えた時にやっぱ桜井誠さんの方がこう政策云々観念を置いといて、まあその東京都民のためにこう発信しようとする、でやっぱ部があるかなというね、まあ、印象でございます。これ別にね僕桜井誠さん応援してるとかじゃないんですよ。やっぱりこう都知事選は都知事選挙 であるべき姿があって、で国政選挙は国政選挙であるべき姿っていうのは僕はあると思うんですね。だって東京都政に、ね、あの NHK 問題ってほぼほぼ関係ないの で東京都政で NHK 問題を熱く語られたとしても、だから何ですかと、それ国政でやってくださいって言われて終わる話なんでね。で、まあ、そういう部分とかちょっと空気読めないでやっちゃうのが、まあ、立花隆さんなんだなというふうにね、まあ、思います。まあただこう堀江門新党というものをですね立花隆さんは作って、でその堀江門、まあ、堀江貴文さんのねこう理念を、まあそのね東京改造計画をね、そのまま、まあ、その東京都政でやっていきたいやっていくっていうね、まあ、指針ではあるみたいなんですけれども、本当にねまあそれでいいんですかというところって、まあ、僕の中ではあったりとか、まあ、するんですね。でまあその僕東京改造計画についてまあやっぱ突っ込むとすれば、まあそう低用量ピルね、女性の働き方改革とかね、まあなんか言ってるんですけど、別にこうピルってそういうためのものに使うものじゃないでしょみたいな。で中にはこう子宮内膜症であったりとか生理不順であったりとか、まあそれをこう緩和するため、こう良くするためにね、こうピル使ってますとか言う人もいたりとかして、でそういうもののためにこうね働き方改革のためにこうピルをその使う云々かんぬんって、それって非常に僕は女性蔑視な考え方なんじゃないかなと思っているので、で立花隆さんも、まあ、政治家であるんであればちゃんとそういうところにもしっかりとねあの目を向けて、で堀江門の東京改造計画をそのままトレースしようとするんではなく、まあちょっとね あれが本当に正しいのか、あれが本当に素晴らしいものなのかっていうものをきちんとね、考えた上でしっかりやっていくべきではないのかなというふうに、僕自身としてはで思っております。まあそういう部分でですね、やっぱり立花隆さん自身
まあ、政治家として、まあ、骨がないのもそうだし、なんかお金稼ぎのためにこう政治やってんじゃないのっていうふうに思っちゃうところもあるし、ね、まあ、人のその考えをそのままこうトレースして、でこうやりたい、ああやりたいっていうのって非常に簡単な話なんですけれども、果たしてじゃあそれがね本当にね、その理にかなったものなのかっていうのは、やっぱここで考えてしっかりね、そのね、ここで考えていかなきゃいけない話だから、まあそこのところをねどう捉えてるのかというふうに、まあ僕自身としてはねやっぱ思っちゃうところもあったりとか、まあ、しております。ということで、でやっぱりまあ今度のね東京都知事選挙なんですけれども、まあ僕は立花孝志には賛同できないなというふうに思っております。はい、まあ、てなわけで、以上、水木庵でした。